次羽ぐらいです。ああ、いや確かに。一応、うん。今まで。はい。ええー、出演者、開幕2連勝でしたが、本局めちゃくちゃ難しかったとなってたようですけども、ご自身の理解っていかがでしたか。そうですね。この伸びて。つけからつけは、ちょっとこう、主張当たりを入れて見たくなったんですけど、良かったかどうかはちょっと分からなかったです。一応実戦、急所行ったあたりはまずまずかなと思ってたんですけど、確かに切ったのが少し感じ悪かったかなというふうに思ってて、実戦こう伸びて急所を組められたあたりはあんまり、ちょっと形の感触が良くないのかなと思います。試し試しを取って、そこからの戦い一旦収束されましたよね。あの時点ではあの別れはどう判断したんですか。そうですね、ちょっと他の打ち方も分からなかったんですけど、なんかこの辺の構材でもう少しいい手があったかもしれないですし、でもちょっと、何が最善だったかは分からなかったですね。リライトあたりはかなり難しい勝負かなと思います、ね。そこ一旦7子取ってからですね、チキさんから言うと左辺ですね、二段バネからまた戦いを仕掛けていかれましたけども、二段バネで一番の目地が飛んでですね、最後は甲絡みのような、すごい変化になったじゃないですか。あの時点ではその二段バネから仕掛けていくっていうのは、市木さん形勢はどう見られてたんでしょうか。そうですね、一応こう桂馬に出とかあったら跳ねていこうかなとは思ってたんですけど、ちょっと難しすぎて分からなかったですね、その辺は。こう伸びもあまり深く考えてなかったので、そうですね、実戦次だと実戦のようなコウになるかなとは思ってたんですけど、それはそれで判断が難しかったです。ただちょっと次以外の手もあんまり自信がなかったので、実戦を選んだっていう感じです。抑えた後に名人が上りから下がってですね、ものすごい戦いになったじゃないですか、そこの上辺のところですね。あそこはもう のっぴきならぬことに、なることはもう見定めて勝負に行ったっていうことなんでしょうか。そうですね、常あたりで一応、ある程度見通しを立ててたんですけど、ただ、実際、新しかったかどうかはちょっと分からなかったです。非常に全局通して、なんて言うんでしょうか、言葉の言い方はちょっと分からないですが、前がかりなですね、印象を受けたんですが、それは意識してやってやられたんでしょうか。特別何かこうということはないんですけど、そうですね、打ちたい手をやったという感じです。打ちたい手を打ち切って本局ものしましたから、全体総括して、感想というか。そうですね、ちょっと難しいものだったかなというふうに思いますので、いろいろ外れてもありますけど、全体としてはこう、一応こう、そうですね、持てる力を出し切れたかなというふうに思います。さて、明日からですね、すみません、その前に第3局ですね、開幕2連勝で第3局ありますけれども、そこへの意気込みを一言言ってください。そうですね、その間に、お支配がありますので、そちらでこう、そうですね、優勝して、いい状態でまた3局目に臨めるようにしたいなというふうに思ってます。本局はかなりその意味でもかなり元気に中国に行けるんじゃないでしょうか。とにかくこう一つ一つ精一杯やっていくんです。はい、分かりました、ありがとうございます。では名人で、お疲れ様でした。
先ほども調査者に聞きましたけど、非常に難解のことでですね、名人はどんなあの思いで打ってたんでしょうか。はい、そうですね、まあ、先ほどよく分からなかったですけど、まあ、この最初の主張あたりの分かれで、はい、結局左上の黒が薄くなる展開になってしまったので、はい、そのあたりはちょっと黒がおかしくしていたかなと思ってたんですけど、一応その4時手前に、はい、まあ、覗きにつなぐ格好になって、はい、また少し難しくなっていたような気はしますかね。ただ基本的にはちょっと大変かなという局面が多かったような気がします。その後の2日目に入ってですね、まあ、戦いが収束したのは、まあ、名人が種石をもう捨ててですね、はい、次の後半戦で勝負を立てたというところですが、はい、種石はあれは逆を抜くっていう選択は、あ、最後ですね、はいはい、それはあまり考えていらっしゃらない、うん、いやいや、それももちろん考えたんですけど、難しかった、まあ、ただ、はい、いや、それもちょっと大変かなと、はい、まあ、実戦もちょっと悪いかなと思ったんですけど、うん、まあ、ただいや、でもそっちで勝負するしかなかったんですかね。いや、まあ、でもちょっと大変かなと思って実戦でやろうと思いました。で最後、最後の戦いがありましたね、甲、はい、絡みのですね、はい、そっちの名人から見てるんですが、はい、あそこの戦いは最後どう捉えてたんでしょうかね。そうですね、はい、まあ、そもそもなんか白はなんかもうちょっと穏やかな図で来られても少し大変かなと思っていたので、少しチャンスが来たのかなというふうに思っていたんですけど、はい、ただ、まあ、その実戦の振り返りはちょっと悪いかなとは思ってたんですけど、ちょっと他の図もあんまり見えなかったので、でもそこら辺で少し、まあ、もう少し唯一方があったかもしれないです。両者の AI の位置は極めて高くですね、かなり検討してびっくりしてたんですけども、はい、一局振り返って挑戦者はどうでしたか、ご自身のパフォーマンスとしては。はい、あ、そうですね、はい、ちょっと今の段階では分かっていないことが多いですけど、はい、まあそうですね、まあ、ちょっと何がミスだったのかも分かってない状態なので、はい、また調べて、まあ、反省できたらと思います。分かりました。まだまだ他にも対戦にも両者とも重要な対局がありますが、また今後とも、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では感想戦続けてください。フェスのあたりの形勢で、フェスの地点の形勢で、スポーカーというか、ストキでから、なんか急に手継がれたら強かった。